しいね。どう思う？見ていい。一回な。行くで。行くで。いやー、アウトや。これで機能出そうとしてる。いや、出た。アウトやん。もろ見えてるやん。あいつ怒った方がいいよ、サンタ。お前、ガチやってる。こいつ結構なんだよ。あんちゃん、ごめんね、過ぎた。何ネットだ。いや、別に。やめよ、これ。絶対に。一本釣り。話さないって。さっき公開された動画あったじゃないですか。グランピングね。うん。あんまりね、ちょっと話聞けよ、お前。お前さ。マジで何？痛い、あんちゃん。終わったよ、言ったよ。終わったよ。やったよ。やったよな。チェックは。で、俺チェックするって言ったら、いや。いや、ガチ完璧やったで。ガチ完璧やったやんな。じゃあ行くか。じゃあ行くか。一回、あんちゃんやめなさい。一回、あんちゃん、すいません、やめよう。お前は一回人生やめよう。もうエグいわ。なんでお前エグいわとかじゃないの。ガチ多いエグいわお前。もう一回一から動画撮った方がいいかもしれない。まあまあこのね、水風呂の面白いですね。ちゃんとこれね。しっかり隠してるやん。あ、隠れてますわ。いや、ここアウトですけどね、これも普通に。お尻って見えちゃダメなんですよ。YouTube で知ってました？お前のパンチャオッケーなんです。まあまあでもこれはまあまあ、まあこれはまあまあまだいいですわ。はダメですけどね、ほぼ。あ、もうこれはアウトです、ほぼ。ね、俺がいきます。これは。おい。おった、ファンにいましたね、お前。寝てる場合じゃないっすよ。そうさん。ですか。毛見えてるて。お前毛見えてるて。毛はあかんな。いや、お尻もあかんし。ただ自分のとこだけしか見てなくない。なんで怒られてる。いや、なんでお前チンチン見せて怒られてない。落とせ落とせ。これはオッケーやんな。違う。これオッケーやんな。あかんです。ロッキーやんな。パンツはいいや。なんでそんなの丸で頑張ろうとすんの。クオリティ上げた。上げすぎやろ。上げすぎてお前綱渡りしてるんかと思った。何がボボなの。なんで今こう怒られてるの。いや、怒られてお前逆にしてる。公開しようとしたよ。どっちにしてる。いや、したい。来たよ。で、来た連絡が。うわ、もう最悪もう。もう最悪だよ。お前だよ、もう最悪や。だって、鈴鹿は次元爆弾セットしとってんね、昨日。ってことは、いや、誰かさ、チェックせんでええのって言ったんや。じゃあ、鈴鹿は、いや、もう時間ない、大丈夫、おいじゃ大丈夫や。ちょっと、あ、そっか。イフは、え、公開したん。もすぐ切りましたよ。よくやった。誰、どんな人から連絡来たん。いや、それはもう関係各所から。最悪やもん。お前めっちゃ出すの好きやん、何でも。何回目。そんな出してない。お前何回目だ。何回目。でもさ、自分のだけ。じゃあ僕練習してる、何回目。違う、誰のクオリティ上げようとすんの。チンチンよ。チンチンのクオリティ上げ悩みようやん。自分のとこだけ守る。そう、自分のとこだけしっかり綺麗にしてさ。じゃあ、あんちゃんの完璧にした。じゃあ、もう何もないけど、予備で隠しとくもんじゃないの、ああいうの。そうやな、し
光良さを伝えたから、ね、ちょっとタオル、お前タオルつけへんのが良さなんですか。雨よ、まあ、なんでお前ここでさギリギリ背負ってるのお前。いやもうずっと白で泣かないで泣かないでのパターン違うよ。泣かないでの場合じゃないよ。いや前やろ泣かしてんの。お前自分以外やったら何でもいいと思うんだよ。そういうことよ。自分以外ならもう前チンチンしてもいいってこと。ちゃうよ、みんなのやったよ。じゃあ誰かに見るって時、あいつなんて言ったの。ゴンちゃんちょっと見た方がいいんちゃうって。いや完璧っす。痛い。完璧、完璧っすって言ったの。いや、もうすごかったよ。めっちゃなんで怒られてんのよ、今。なんでお前チンチンの人怒られへんと思った。なんでこれ怒られへんと思った。じゃあいいよ、ワンちゃん。そうもなるわけにもいかないし。そういえばやっぱさ、謎にそのチンチンにリアルさを求めるやん。ほんまに俺らは脱いでやってるやでっていうところに謎のこだわり持ってるやん。そんな持ってへん。水着でいいやんって、パンツでいいやん最終って言ってるさ。痛い、もうこれもう、これうわぁ。なんでめっちゃ怒られてんの。だからなんで怒られへん。なんで怒られへんと思ってるのに。めっちゃ嫌だ。なんで褒められると思う。そうなの。ちんちんだから褒められるわけないでしょ。いや、褒められると思った。じゃああれでガチ完璧や思ったから何回も痛いよ。けどあんちゃんのそのチンには見えんかった。見えてるって。めっちゃ見えてる。俺のやつさ、もうほぼお尻見えてたやんな。見えてる。あれもアウトやで。すず分かってるよ、分かってるよ。お前さ、そんなさ、お前ファンズありがとうちゃうんさ。お前100万人行く前にお前100万人消えるぞ。やばいぞ。やばっとき今言っちゃうから。じゃあ僕のパン一枚買いモザイクしてますか。してたけど、お前多すぎてなくなったよ。いや、けどそういうことやん。いやいや、ちっちゃすぎてなくなったから。おぉ、いやいや、世の中いけ、今の誹謗中傷。誹謗中傷。お前やろ、お前やろ。ハイクオリティなこれ求めた、この丸い点を。もう、そのリテラシー能力はないわけやん。あるやん。やったやん。確認してお前のだけ動いてたんちゃう。え、じゃあみんなの動いとったやろ。いや、俺はそこしか見てないから。いや、思いっきりと。ほら、ワンちゃん、一部しか見てないやん。僕もどこ見てからさ、意見出してくれへん。ちょっと出ただけでもあかんのや。確かに、なんか1秒ならいいでしょみたいな。最悪や、最悪や、最悪よ。おい、主犯格、おい、犯罪者。犯罪者。言葉重っ。何やかも。ちょっとあまりにもハイレベルなモザイクすぎて。まあでもまだ物が映ってないだけで、まだ俺とかもうほぼアウトやからね。写真集ぐらい出てるから、ね、気をつけないと。じゃあこの後、みんなでお風呂入りますか。絶対俺、一緒にしよう。しかもさ、太ってるからさ、もうモザイクして。ちょっとさ、なんかお肉乗ってるとこ乗ってるね、こいつ。ない卑怯、そんな卑怯やわ。やせよ、マジで。俺そんな卑怯やった、あんちゃんな。痛っ。痛っ。あんちゃん、やれもん、やれやれやれもん。パーってない、パーってない。全国に当たったんか、全世界で。こいつがちょっとめっちゃ面白い。いや、おもろいな。そういう顔してんのか、だけが欲しいの。何？俺の。え、だからこう。
映ってた言うなって言った。水風呂に入った時隠しのようにスーザー隠れてた俺のお尻とあんちゃんってた。ちゃんと見て、お母見て。うわーいぐらい、もう一回見てもらえ。神秘してえ、スーザーに顔出してんの。いや、確認来て、あれと思って、いや、確認したら、ちょっとおかしい。なんでね、ここで確認できんかったの。僕この時点でさ、おかしくないですか。じゃあ僕のショー見て、ショー見て、この前の前のショー見て。どういうこと。ここでスーツ自分のしてるんですよ。もう出てる、自分の出てるよ。自分のほぼ出す。出てへん、出てへん、これも確認できないやん。出てへん、出てました。何のリアリティこだわるん。ホテル2話じゃん。ここはまあマジやん、マジやん。ここいや、ちゃんの前やって、うん、俺もほぼアウトじゃない。これギリわかるよ、すまなさんみたいな。なんでいけよ、なんでいけんの。それはいける、今いける。ここいけてる、いけてる。いけてないやろ、これは。美味しそうなもも肉。もも肉いけてる、いけてる。自分の産んだ息子のお尻さらされてるんですよ、お母さん。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。お兄、やばくなかった。え、やばかった。やめよ。ちょっと待って、やめよ。ちょっと待って、やめよ。連絡が来て、今非公開しようとしてね。公開して、30分で非公開した。で、そのおもろいのはええ。いやでも映ってないって。あれ、鍵やから大丈夫。鍵でもちょっとずつ、ちょっとずつ。ミニ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 。うわー、映ってる。おい、映ってない、映ってない。いや、ほんとアウトやで、お母さん。これもちょっとやで。お母さん、これ YouTube やで。テレビやったアウトじゃない。ほらほら、見て。僕はテレビやったアウトやって。もう見えない。もうアウト。あのさ、前見えてなかったら OK ちゃう。ここはまあ、お母さんは全員のセーブやろ。いや、あんちゃんせいかもしれない、これ。来た来た。うわー、痛い。アウト、アウト。樹道写真集発売中です。注意せなあかんところに合わせて。編集して怒られるもん。編集して怒られるんだったら、スズのチンチン出して編集して怒られるの、どっちがいい。おもろいぐらい出てたな。うん、言うな。うん、なんかこのあれやわ。僕いけんことしたみたいなスタンスやめてほしい。いけんことして犯罪者。お前いけんことしたよ。どういうことしたよ。これもう考えこれやろ。だから言うな。チャンネル番組だったらどないするの。だからごめんなさい。95万を1から。スズは見えてないの。いや、僕はしっかり。でもお前しっかり見えてない。まあ今後はちんちんは見直そうという。一回風呂入りますか、じゃあ後で。いや、いや、あんちゃん、あんちゃん、やっぱ許してあげよう、ここは。お前がうよ。あんちゃん、なんでここ一回パッてしたん。いやそんなとこちゃうねん。てか、もうずっと常に覆うべきじゃない。茶色が見えたらあかんくない。どう言っても僕にはこのままにはいけん。うん、どうしゃあないな、さん、これは。うん、さん、な、これはしゃあない。できたって、あんちゃん。ここも食いけた。うん、うん、お兄ちゃんも釣ってないの。いいよいいよ。だってちっちゃく釣る言ってはあんの。そういいよ、まあ、しっかりの円滑にね。ここやぞ。いい食うた。いや、いいよ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 。あー、よかったよかった。ほらほら。ちょっと待って、何今の。ほらって何。聞いたことない文飛んできた今。今後はちゃんとパンツ履く。お前すげえよ。
お前すげえよ。いやお前なんでそんな顔できんだよお前。もうおかしいよお前。なんでお前そんな顔できんだよ。けど正直、うん、動画上がるまで結構サワサワしとった。いや、俺確認してもらっていい？なるまでさ、いけたやんな。いや、アウトやね。これやめよ。もう分かりまへんわ。もうちょっとしっかり何回も見て。いや、じゃあもうズボン箱ということで、鈴翔と純の写真集出てる。ぜひよかったら皆さん、今度が出したやつこの顔できない。こんなかっこいい顔出してるのに、なんであの水ボール出せんの。まあまあまあ、まだ30分で気づけたからセーフ。おい、全然興奮きてないぞ。だからもう、その待ち受けアウト。だけど、今流行ってる。お母さん、お母さんの待ち受け何か押し出すよ。私の待ち受けにしてもらっていいですか。次の幸運の待ち受けは、何これ。お母さんの肋骨。お母さんの CT の検査ね。これはここ折れてんの。だから、いいえ、完璧って言われました。けどお母さん昨日めっちゃ撮ったくない、うん、もうやばい。私肋骨折れてる。お母さんちょっとやりましょう。これはちょっとライン超えましょう。え、それで完璧。バーバがちゃんと骨は強く育ててくれました。お母さんよかったね。リアルで怖いやろ。怖いよ。リアルやねん。けどお母さん、これこう招くよね。こう招くよ、これ。ほら、そうさ。嫌やろ。息子が母の、母親の肋骨の写真、ロック画面にしてんの。あ、すごい。お母さん、結構あれやろ。骨太ですけど。骨太ですけど。骨太です。骨だけでも40キロぐらいあるんで。マジで？マジ？じゃあ、あとの40キロは？ええ？あとの40キロは？え、ココちゃん、包丁って研いだ。ちょっとやめてやめて。切り味良い、切り味良い出てくる。言わんとこうと思った。今、あんちゃんはちゃんと待ち受けにしたで。するけど、もう一回待って。あんの、それも OK なんや。え、しますよ、何もない。なんかあるっしょ。早かった、早かったな今。早かったです。あの SS ターみんなに早くしようかしら。やっぱ早いっしょ、幸運が訪れる。怖いよ、うん。